あつ森、こんばんは。昼のうちに、昼のうちにやっとかないとあれなんだけど、一生夜の世界しか歩けないから、夜更かしの歌すぎるんだけど。バックパックさん、3ヶ月サブスクライブありがとうございます。はい、ということでおはようございます、グリスマです。いやー、昨日から一日経ちまして、株買ったって日曜の午後、トゥン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 、なんとね、一人来ました。アグネス、あ、え、違うわ、アグネスの家建ってんじゃん、マジだ、あ、すげえ、だから雑草生えてる、ラッキーで、見てほら、博物館がね、なんとできましたよ。ほら、できてる。で、さらに、ここまだ来たいんだよね。エイリアンが、エイリアンっていうか、これ、ここ。タコリーナ、そう、タコリーナ来たんすよね。じゃあ、挨拶しに行くか。みんな家持ち始めたんだけど、急に。うわ、やってる、やってる。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。おお、キャーだっていいじゃん。ちょってことでね、新入りがやってまいりましたよ。アルカリくん22回サブスクライブありがとうございます。この真っピンクのタコよくね、もう色の一貫性がすごすぎていいわ。で、ここがアグネスだね。新築だからちょっと場所代せしめに行かないと。スポンサーの提供でお送りします。誰の許可を得てここに、あ、すげえ、キャンプ感残ってるこの家。なんもねえな、本当に。漫画読んでる。なんか、はい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 、このタイミングでみんな家に変わるんだね。急になんかそういう感じになるんだ。落雷さん2ヶ月サブスクライブありがとうございます。じゃあちょっと1号の家見に行こう。結構俺って進んでる方かな、どうなんだろうね。なんかやってる人だとめっちゃやってるかな。時飛ばしてない中では進んでる方か。やば、真っ赤っかなんだけど、センスいい。あるもん、なんか田舎とかにポツンとこういう奇抜な家たまにあるもん。うわ、やってるやってる、邪魔できないじゃん。想像というよりは破壊的な動きだけど、大丈夫かなこれ想像してる動きじゃないんだけど、破壊だよねこれ絶対に。写真撮っとこう。ちょっと待って、俺初めて家の中でカメラ操作するから、じゃあ、めっちゃむずいんだけど。ちょっと待って、めちゃくちゃカメラ操作むずいんだけど。全然違う。ちょっと動き逆にしてほしいな。左右ミラーにしてほしいんだけど。またカメラ操作じゃん。カメラ操作がマジでむずい。OK。よ。俺だ。ちょうどいいとこ。忙しそうだね。葉っぱを作ってる命を生み出してるってことか。教えてもらおうか、葉っぱの作り方。ご覧のスポンサーの提供でお送りします葉っぱの作り方って、あー、てか俺この顔好き、この顔。アギトくん7回サブスクライブありがとうございますの作り方見せてもらうか。あー、へえ、葉っぱしてるね。わ、すげえ、ちゃんと手振ってくれてた今。ご覧のスポン
サーの提供でお送りします。まあこんな感じで村もねじわじわ発展してるってわけですよ。あれなんか水やってる判定になってるな。なんでだ、ちゃんと咲いてんだけど花。アスカさん7ヶ月サブスクライブありがとうございます。あ、口に加えるやつか。確かに角度ついてんなって思ったけど、そういうことか。いや、この家に赤とかの花映えるね。めちゃ映えるよ。映えよ。ちゃんと水やっとこうな。ストーカー椅子は撤去しません。よし。じゃあみんなに挨拶終わったし、一回お家帰ろう。一回お家帰って、あれあるわ。あ、1号も水やってくれてんのか。そういうことか。1号、お前。偉いじゃん。俺も全部水やるからね。確かに1号が俺の家の、なんだろう、俺の家の近くまで歩いてきて、俺の家の前の花に水やってたわ、一回。ゾロッチさん4ヶ月サブスクライブ、ありがとうございます。みんな水やってくれてるんやな。ちょっとあの、郵便物が来てるから、撤去しないと。めちゃくちゃ来てるからね。もうめちゃくちゃ来てる。10個ぐらい来てるから。清野さん200ビッツ、ありがとうございます。あ、待って。パチンコ来たわ。パチンコで、景品ゲットしたい。いや、いいな、昼。ずっと夜の景色だったから、昼に散歩できてんの幸せなんだけど。いやー、あるね。こう、動物の森やると、動物の森に時間を支配されるこの感覚ね。よし、もう今日ショップ閉まってやることねえから、やめるか、みたいな。なんかそういうね。いや、あるある。もうそれが動物の森なんだよ。来たね。なんかカメラの調子悪いんだけど、上向けない、ずっと向けた。うわー、は遅っ、はうまっ、この風船うまっ、うますぎでしょこの人。この風船うまいわ、よう避けた。5000ベルだって。バレねえ。お財布にしまったところで、じゃあちょっと見ますか。アルエカラーは、その物干し竿をもらったんだわ。この文面読めない。じゃあ俺日本語、あんまネイティブじゃないから。堂々エアラインをご利用いただきありがとうございます。日頃の感謝の気持ちとして、当社のオリジナルグッズを贈呈させていただきます。やった。てか1号から来てんだけど、ねえ。よっぴさん300ビッツありがとうございます。1号から来てる。よ、お前んち部屋が増えたな。さては筋トレジムにでもするんだろ。その時はおいら会員になるから速攻で呼んでくれな。お祝いにこいつを来るぞ。よかったら飾ってくれ。バッチ来い。1号より。1号から来たんだが。3032ポイントランク B おめでとうございます。いろんな種類の家具が集まって素敵なお部屋になってきましたね。ますますの発展をお祈りしてお祝いの品をお送りします。何 ?3000 ポイントもあんの俺の家。グッズさんのお家の増築は無事に完了しました。工事を行った壁にかかっていた家具は勝手ながらお家の収納で幸せいただきました。ご了承くださいだらも。あ、それ現代アートが破壊されてたんだよな、そういえば。で、通販1日5個しか頼めないから買えるやつは毎日買っていく。ニーハオ T シャツ買えたんだけど。やった。タヌキマイレージプログラム、並びにタヌポートをご利用いただき、いつも誠にありがとうございます。マイル交換サービス。はいはい、マイル交換サービスか。なんか頼んだわ。マイホームの増築おめでとうございます。お祝いに家具をプレゼントします。自分の大好きなものに囲まれた趣味の部屋を作ってみるのも楽しいですよ。めっちゃ手紙来てたね。はい、ってことで。開けていこうな、全部。まずこれは何？あ、物干しロープ。これアロエに送ってって言ってもらったやつだね。アゲハチョウじゃん。捕まえようぜ。くたばれ！ちょ、物干しロープこの辺に飾るわ。おい！いやー、良いじゃん。
絶対塩味になるけど、うん、まあまあそれも非常食としてね、いいからね。でタヌキ開発ブルゾン、あ見てほらこれ社畜パーカーで、ウォータービュー、これあれだな、水飲めるやつだから飾っとこう。違う違う違う、よし、これでいざという時にも水飲める。で猫車、猫車ってのも確かなんか、こんな、そうこれだわ。でニーハオ T シャツ、これ着ようね、とりあえず。はい、オーバルメガネ。あそう、俺メガネ黒あったから買ったんだよ。おい近づいてきた。でスウェットパンツ、はい、プレゼント、これなんだ、スティック掃除機。あこれ1号のやつか。え違う、これどれが1号のやつだ、これか、これか、ダルの T シャツ何。あはいはいはい、エアラインのね。でこれがエレキギター、めっちゃエレキギターもらえるんだけど、まあいいや、お家帰ろう。いやークソ、株買いたかったなーって、ってことでね、1300株とりあえず買いました。やったー。じゃあちょっとアンプ置いとくか、曲かけようね。お、すげえ、なんか古き良きって感じ。スティック掃除機、でも現代アートの部屋じゃなくなったから、え、これ待って、これで3000ポイント何入ったの。あすげえ、掃除機だ、すごいすごいすごい、これはリアリティあるね。一株104ベルだった今日は。じゃあちょっと曲かけますよ、聞いてってくださいよ。は、え、ちょ、わかんないんだけど、株収納に入れれなかったんだよね。え、どこだ、俺音楽閉まってたと思うんだけど、閉まってなかったのかな。あ、注文できなかったのか、なんだ。じゃちょっと現代アートをあ、アンプだ、アンプリファー、アンプリファー、なるほど、じゃあいるじゃんコンポ。じゃあちょっとここ現代アートの部屋にしよう。シャワー先に置かないと。はい、株は1週間経つと腐るね、だから1週間までに売らないといけない。よし、いいね。じゃあこの1300株はね、いつかどうにかなると信じてるんですけども、いつかどうにかなるでしょう。イエーイ、着替えよう、キャラ濃くしようね、みんなで。はい、まあこれかな。まあいそう、なんかこんな外人いるわ、秋葉歩いてるもん。今日着替えだったんだ。いるよ、いや、いるもん、俺、秋葉で見たもん、この人。いた、いた。よいしょ。うわ、このメガネがね、まあいいね。いるもん、これ。じゃあ、アゲハチを捕まえるか。ゆっくりとし、ゆったりとした、ね、生活を満喫していこうな。うん、素晴らしいよ。じゃあちょっと風太しばくか。
あ、てかそうだ、フータもいいんだけど、フータ時間かかるから多分めっちゃ見せるから。なんとね、見てほら、キヌエさん、キヌヨさんだキヌヨさんが来てんだよ今日。俺もそうか、今の俺とは違うんだ。見ます。めちゃくちゃ買っちゃったから、おお、いい、めちゃくちゃ買っちゃったからさ、おお、いい、待ってこれいいじゃん。え、もう全部買おうぜこれいいじゃん。株クソほど買ったせいでお金がないんだけど、どうしてくれんの。ソーセージかぶってる場合じゃねえよ。なんだこの変なソーセージは何がニーハオだよ。朝1番から来て夜も10時頃まで、へえ、結構いるんだ。靴下がキモいな。これ買おう。わあ、このベージュよくおばさんがこれ履いてウォーキングしてるわ。うん、よくよくこれ履いてるわ。いや、見る見る。おお、来たー50代になった50代になったよ。ねえ、急に。よっしゃ、寄贈しに行くか。一回荷物捨てよ。え、待って、風船めっちゃ来てる。ラッシュラッシュ、気をつけて、ラッシュ。は？ゆっくりすぎだろ、もっと行き急いでくれ。あ、右に動いてんのね、あんた危な。DJ ブースDJ ブース来ちまったよ来ちまったでしょ、これは。任せるか、フロア。おい、なんかそういうの揃ってきた。おお、サンタモニカ。え、待って、登録、あ、持ってない。おお、沸かせれるでしょこれ。陽キャじゃん、もう。ありがてえ。これ実用的なの来ると嬉しいよね。よっしゃ、じゃあ寄贈しに行こうな、今度こそ。何？あ、めちゃくちゃ収納したっていう。限界、お、限界のマネージャー、限界のマネージャーです、どうも。え、なになになに、限界のってきたんだけど使えって言われてるでしょ。限界のお化け限界の筋肉、
限界のゴミ。え、いろいろいるやん。え、これコンソメでしょ。え、バグさん3回サブスクライブありがとうございます。限界のお化け緑くんでしょ。限界のゴミタラコでしょ。限界のなんだろう、あと限界の知識人か俺。限界の動物、俺原人だろこれ。あ、パチンカー、限界のパチンカーだな、あいつは。限界のパチンカーだわ。俺どれにしようかな。限界のんびりや、これ焼きパンでしょ。どうしよう。限界の坊主、これカネゴンか。限界のぼっち。限界の予備軍って何。補欠ってこと。限界の予備軍。リスナーみんな限界の民な。頼むわ。限界の人気者かな。限界の人気者かな俺ら。どうしよう。限界の社会人にするか。限界の魚、魚食べる方なら好きだけど。限界のアタッカーにしとこう。どうも、限界のアタッカーです。頑張ります。ダメージ出します。何限界のっていいじゃん。あ、限界の物欲。うわ、限界の株主。うぅ、畜生、引かれるぜ。とりあえず現人は限界のパチンカーにしてほしい。頼んだ。よし、寄贈しに行こうぜ。めっちゃ貯めてるからね、この辺。ほら、シーラカンスに、チョウザメ、金魚、モルフォン。この辺は何かわからん。半妙だね、これ。で、これはカタツムリ。何これ、セアカゴケグモ。これカメムシ。人面カメムシ、ムカデ、クモ、イシドイ。やっとデモ活動が功を奏して博物館できましたけど、何寝とんじゃこれ。俺も今日早起きしたからね、頑張って。株買って二度寝したけど。おいっす。いや、立派ですね。嘘から出たまこ博物館。畜生、そうなるとは。塔ぐらいつけてくれよ。意図を理解してほしいんだけど。でね、ちょっとツイッターでさ、見たんだけど、ペイントさんが、ペイントにしようとしてたツイート見たんだけど、これもしかしてなんか、ペイントさんの島って全部ペインなんちゃらっていう、なんかすごい痛みを伴う施設になってくるのかな。楽しみだ。楽しみだな、それ。あ、あ、マジっすか。あ、さ、化石めっちゃあるんだよね。はい。コレクション、ちょっと待って、寄贈するわ、とりあえず。え、てか、あれできないのかな、カフェ。マスターに会いたいんだけど。うれ、めっちゃ一気にいっちゃうよ。これ解説は聞けないよね。はい。いえいえ。え、どういうテクニックだ、この人。じゃあ、とりあえず化石の鑑定もするか。豪華になってるね。金色の一つ選択できてなかった。バカな。うわ、汚え。ムカデいるわ。じゃあちょっと化石めっちゃあるから。え、待って、ブンブンしたか。ブブンブン、行き先イケメンハイビスカス、あざっす。ミツバチ持ってなかった。
初見の人だとんこれはって言うから分かりやすいね。じゃあちょっと取り出します。化石めっちゃあるよ、ほら8個ある。無音なの寂しい。家あの昨日まで現代アートがこの部屋あったからさ、音がなくなっちゃったんだけど、奥に行っちゃって。なんだっけその歌って、岩盤目踊るミツバチで、ブンブンシャカブブンブン。ナムさん、あ、なんか終わった。何、あ、今日虫だったの見てなかったわ。化石鑑定3つやっちゃいますか。いやいやいや、でも24時間営業だもんね、ここ超絶ブラックじゃん。ブラックどころの騒ぎじゃねえよ、ダークネスだ。深淵を覗いてる時めっちゃ暗い。はい、あーもじもじしてる。このもじもじムーブ好きなんだけど、すごい、あー全部持ってないって。めっちゃ欲しいじゃん。あ、いいっすよいいっすよ。あ、間違えた。とりあえずキメラを破壊するか。なんかもう一つ終わったよな。何の化石かな。あー名もなき、かっこいいじゃん。名もなきってめっちゃかっこよくない？やっぱ名前ないことに憧れるからな。特別な方に憧れるんだよ。名前ないのが当たり前の世界なら名前あることに憧れるし、名前あることが当たり前の世界なら名前がないことに憧れる。そういうもんなんですよ。おい、起きろ。化石も全部あげちゃう。イグアノドン、アーケロンって体ばっかだな。ブラキオの腰、この辺はキメラか。尻尾、え、ブラキオ尻尾も来てる。ディノニクスの頭、パキケファロ、パキケファロサウルスなんだっけ、頭がごついやつだっけ、忘れたな。イシリアさん、8回サブスクライブ、ありがとうございます。メガセロプス、パラサウロロフス。へぇ。じゃあ、とりあえずこれでいいか。ういっす。え、ちょ、見ようじゃあ。虫感から見ような。うわー、すげえ。あー、いるわ、蜂。おー、すげえ、近づくと出てくる。わざわざすみません、なんか。じゃあ、雲もどっかから出てくるよ。この辺、誰もいないね。あ、いるわ、ああ、いるいるいる。うわ、いる、半妙。おい。おい。視線変えれないね。視線は変えれないわ。写真は撮れると思うけど。こ
ここはアメンボとか来るんだろうな。あ、ニシキゴイ、え、コイ、あ、こっちにも泳いでんの。へえ、ニシキゴイここ泳いでるわ。あ、クモいた。ビヨヨヨヨンつってくる。川魚はこの辺泳ぐんだ。ムービーに出てきたあのクソほどリアルな、あ、うわー、あるある、こういうとこある。いや俺ね、これ説明見るの好きなんだよね。ガ、あ、ガもいたわ。汚い系がここいるのね。え、何これ、たな、あ、オケラだ、オケラ、タナゴじゃねえ、タナゴ、タナゴってなんか、オケラってなんかタナゴ感ない。何？お、なんか改造して生み出そうとしてないか、これ、大丈夫？ハエだよね、これ。きたな、ハエ。ハエはね、やばいわ、ちょっと。ハエ、俺ちょっとやばいわ。その、なんだろうね、ある程度ちょっと激しめの虫っていないじゃん。いないからいいんだけど、この辺に。ハエってなるとちょっと、いそうでね、やだよ。他人の博物館に自分の名前残していくの流行ってた。お前、天才じゃん、それ。そういうこと？人んちでめっちゃ寄贈して、そういうこと？いいね、やるか、それ。なんか、やべえの。ちょ、シーラカンスめっちゃ取って寄贈しまくりてえな。え、ニシキゴイここにもいるんだけど。なんで？さっきのニシキゴイ何？生み出した？ハエ改造して。うわ、なんかあったな、こういう。なんだっけ？ちょ、俺、この3段階になってる3人を見てなんか思い当たるんだけど。なんだっけ、おお、タイめっちゃいるわ。石台もいる。わあ、てか水族館いいよな。水族館も好きなんだけど、俺が一番好きな建物あれだわ。あの上野の、上野だっけ、あのなんかあるじゃん、日本うんぬんかんぬんかんぬんかんぬんみたいな、日本館と世界観があるやつ、あっこめっちゃ良かったな。回りきれんかった。だんだん畑、え、違う違う違う、あれよ、あの、ちょっと待って、あれ、国立博物館、それかな。あのだんだん畑じゃなくて、あれじゃん、あのあるじゃん、自分全員前向かされてて4人いて、自分の帽子の色が分かったら言ってくださいみたいなやつ。あるでしょ、だんだんになってるって言うとね、やっぱそれが思い浮かぶ。うわっ、うわー、あるわこういうの。うわ、時代ごとになんかこう分かれていきましたみたいな、こういう進化の軌跡をたどりましたみたいな、床のあれじゃないのこれ、あるわ。てかもう、ちょ、一匹多分ね完成形がいるんだよどっかに。ちょ、見たいな。結構新しい方かな？何これ？あ、え？ホラー？これもしかして。何これ？猿とかネズミとかがってやつか。そういうことか。こいつらから猿になりましたとか、そういうことね。はい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 。びっくりした。こいつらも剥製にして展示するのかと思った。ああ、怖い怖い。危ないゲームだよ。あれ、てかいないんだけど、完成してる人。どっかにいるんだけどな。どっから行くかわかんねえ。
いや、完成させたいね、博物館。一番右の空いてるの人間？ってことは、だから最後に全員集まったと思ったら、俺も化石にされてゲームエンドよ。あれ、どっから行けるんだろう。これだけ化石って、こんな少なくないよな、多分。猛禽類だけ最後に生き残る。これは何よ。ブラキオサウルス。マヒーさん4ヶ月サブスクライブ。ありがとうございます。これ何？あ、セカンドインパクトこれ。フルーツ飾ってあるのかと初見で思ったけど、よく見たら違ったわ。これは何？マンモス。あれ、マンモス頭なかった？マンモス頭寄贈したと思うんだけどな。なかったっけ？あ、トリケラか。頭あったの。なんだ、じゃあ完成しなかったわ。何を探していたのか、グッズを。帰ります。まあ、こんな感じでね、できちゃいましたね、博物館。いや、マンモスは割と最近だよね。恐竜かどうかも怪しいんじゃない？どうなの？恐竜なの？マンモスって。恐竜じゃない、ないんじゃない？キメラにしてたから、トリケラの頭くっつけて展示してくんねえかな。あり合わせで作りました。なんかお得なレシピみたいな感じでやってくんねえかな。お、めっちゃいい。おい、さしすせそう。待って、キッチンセットめっちゃあるんだけど。おい、これは買いでしょ。調味料入れ、買いでしょ。いや、調味料入れは入れは買いでしょう。悪い、みんな。いや、まずい、お金がないんだけど。投資しすぎて手元にお金が残ってない。じゃ、みんな高く売れるとき教えてな。みんな、オークションしてよ、毎日。今日、はい、みんな今日株何円で売れるって聞くから、何円何円何円って。頼むわ。それで一番高い人のとこに俺行くから、パスワードで村開けてくれな。置けないんだけど。株いざという時は食べれるように調味料入れ置いとこうな。調味料入れなのに調味料ついてるっていうね。島ごとに違うって何？ちょ、売ろう、これ。化石いらないわ。貝殻はミッション来た時にまとめて売ろう。46ベル？恥ずかしいな。俺ね、ミスったなーってことがあるんだけど、一番よく棒で飛ぶのここなんだよね。あと、まあ、逆もそうなんだけど。わ、汚いのいる。河口付近に橋作った方が良かったなーって思ったけど。ミスったな。おお、お前。やべえ、こいつの領土に化石埋まってるわ。危ない。こいつが来る前でよかった。今日10株107。いいね、みんな。そんな感じでちょっと
もう今日俺の村やばいよって日。待って、いるいるいる、ちょっと。初見さん、おお、なんか怒った、この人。何これ、カマキリだ、カマキリ。多分怒ってたけど。よし。あ、ミスった。危な。あ、ちょ。めっちゃ化石あるわ。一気に鑑定してもらおうぜ。いや、てか、いい村っぽくなってきた。ここの橋かけたかったな。まあ、後で橋は増やせばいいか。お、ベルあんじゃん。まあいいや。橋って何本もかけれないの？かけれる体で暮らしてる今。モルフォ町ってそういえば夜しか出ないのかな。埋蔵金は基本スルーする男。お、テントウムシいる。テントウムシいる。逃げんじゃねえぞ。奈良星テント。ちっちゃかわいい。今の服と奈良星テントめっちゃ合うじゃん。寄贈し放題。やっぱ昼にやるといいな。知らない虫めっちゃいるんだけど。もうずっとね、夜の世界虫とかいないからね、夜も。お、パチンカ。俺は限界とパチンカだ。何これ、古いミシン。うわ、中古送られてきた。置いとくか。でかっ。ああ、古いっていうかアンティークな感じね。それなら話は違うよ。はい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 、いいじゃん。こういうのはいいんだよ。じゃあ、とりあえず、売却と寄贈に行きますか。足で動かすやつやね。人間を礎として動かすやつやな。で、今日の高額買い取りなんだよ。タイヤの遊具。ゴミ。ゴミ買い取ってくれるのいいな。そう、俺もなんか白いミシンがちょっと黄ばんでるやつイメージしてたわ。古いミシンって言われると。ちょっと待って、間違えた。先に博物館行かないとな。あとデイリー変えとこう。こういうのね、忘れちゃダメ。買い取りとか来た時めんどくさいから。売却できる時にしていこうな。木を植えるキャンペーン、木を植えるキャンペーンしようぜ。めっちゃミッション進めるじゃん俺。マイレージ3万いってるんだけど、気づいたら。気づいた時には3万なんだけど。マジか。使うか今日。今日いろんな無人島行こう。じゃあ
お金欲しいし。15回無人島行ける。多分行ってる間にそのまた貯まるから。で、これ、ね、パチンコをさ、昨日ぶっ壊れたんだよね。これパチンコ壊れるよ、みんな気をつけて。パチンコ壊れてさ、俺レシピも取ってなくて、で、商店できちゃったせいで、あの24時間売ってないから、すごい困ったから、みんな気をつけた方がいい。発展途上の島に行くことによって、変えたんだけど、パチンコ。ついでに雑草とかもできる限り引き抜いたんだけど。カネゴンって言うんですけど、その島の主。カネゴンの島行って雑草めっちゃ取って、パチンコのレシピも取ってやった。あ、挨拶キャンペーンだって。やった、挨拶しようぜ。言われなくても。許さないからな。いや、聞かれてる、まずい。いや、でも鉄鉱石なんか8個ぐらい置いてってけどね。鉄鉱石8個置いてったから、まあ鉄鉱石代と思えば安いんじゃない、知らんけど。3万マイルはマイル符号すぎないでしょ。使い道もないから、住民勧誘いけないねと、もったいないなと思って、俺無人島行ってなかったんだよ昨日。そしたらめちゃたまったわ、タコがよ。お、うわー、いやー、あるよね、この引っ越しした時のこういう部屋にするんだみたいな、あるある。今となっては俺もね、あれですけども。置けるとこに置いてるけどね、物。夢はね、夢だから、夢なんだよ。え、タコかわいいっしょ。俺のスカウトの腕いいんだよね、アグネス。なんかハムマヨみたいな服着てる。あいにく食材を切らしてるんだって。お、ブラックジョークですか。お、手料理食材切らしてるって、そういうジョークですか。ちょっと反応しづらいな、自虐ネタって反応しづらいからね。通れね。いやー、てか一日ね、一人しか来ないんだよね、これ見た感じ。辛くね、早く来てほしい、ここ二人。俺今日全員一気に来ると思ってさ、ワクワクしてたんだけど、タコリーナしか来んかった。俺の島ゴリラばっかり来た。はい、特産品がバナナとかじゃないの。4号いるでしょ、絶対。絶対4号いるよね。みんなゴリラいない、なんか。ゴリラとか猿とか好きでしょ。またやってるんだけど、1号。話しに来たぜ。あ、いや、片方はなんか、レジャーじゃん、もう。ハンドボールかな。いや、でもバスケやってる人はハンドボールできないってよく言うよね。バスケだっけ、バレーだっけ、忘れたけど、バスケだよね確か。俺ハンドボールやったことないわ、怖いし。暴力とか横行してんでしょ、怖いよ。あ、出た、買い取りますキャンペーン。フルーツも売らなきゃいけない。ちょっと待って、ムカついた、この木に。切っとこう。フルーツの木にしようね、これ。これフルーツ取る前にさ、木切っとかないと分かんなくなるよね、どれが普通の木だったか。あ、ある。
ャンペーンとか言ってるけど、いいように踊らされてる気がする。いや、わかる。今回の動物の森、全部ミッション基準で動いてるんだけど。これ大丈夫？ゲームに遊ばれてる俺。ゲームを遊んでると思ってたけど、ゲームに遊ばれてたのか俺は。おはよう。はい。スマホのパシリのやりより森よりマシ。スマホ版俺全然やってないからわかんないんだけど、そんなの。いやでも動物の森やっぱおもろいわ本当に。もうね、ゆっくりできる。ゆっくりやってるつもりが、ゆっくりやっちゃうせいで時間すごいやっちゃうから、結局なんだろう、すごい疲れるんだけど、終わった時やったわって。え、全部当たり？やった。 T-Rex の頭とか。ステゴ、頭でかいよ。あのマロカリス来た。あのマロカリス。アカンとステガってなんだ。わからん。はい、お願いします。アノマロカリス来たんだけど。アノマロカリスいるわ。これは何？これがなんかステガ？アカントステガ？え、違うの？あ、これか。アカントステガ。へぇ。小物がね、来たね。じゃあ、あとはもういらないから売ろうね。わ、博物館できちまったら、一気に、なんだろう、目標がね、高くなってしまうわけですけど。とりあえず、まずは金が欲しい。はい、株は日曜は売れないんだよね。はい、5000円か。安いね。ご覧のスポンサーの。チョウザメ一本釣りキャンペーンはやばいでしょう。人参大佐サブスクライブ、ありがとうございます。チョウザメそんな気軽に出てくれないよ。でも実は昨日一日でチョウザメ3匹釣ったんだよな。ってことは狙えなくもない。狙ってみるか。とりあえず買える家具は買っとこうね。で、人んちの前に飾ろ、勝手に。アグネスとかあんまないじゃん、置物。置いといてあげよう。水切りラックとかね。絶対場所違うわこれ。水切りラックじゃねえわ、置くなら。なんだろうな、これだ。あの山鳥やしを飾ろうとしてる。いいじゃん、水切りどころか乾かしに行ってるもんね。なんか来てる。誰だ。アロエじゃん。ポクポクポクチーン。今日はグイツボの葬式だ。いまだに受け入れられない。ああ、もうやめだ、こんなこと。俺はとっさにあるものを取って逃げた。こんなことをしても彼は戻らないのに。木魚。
木魚持って逃げんな、葬式の葬式中に木魚持って逃げんのやめろよ。飾っとこう。セッションしようぜここで音鳴らせたら何でもいいだろ。もうえせ楽器揃ってきたな。でもこう考えると風呂は沸かせるじゃん。あるでしょ楽器まだ。俺メトロノームもあるんだよ。ゴングもあるし特殊だな。ちょっとめっちゃあるよ。坊主バンドやる？ワロックってやつ？まあ迷惑メールをさばいたところで、あ、出た。森のウッド買った。500個いった？切れ味のいいソルジャー。次2000だって。やば。2000は遠いな。ちょっとお金が欲しいんだけど、お金なんていいんだ。お金なんて二の次。まずはね、石をどうにかしていこうな。この辺のまず村の資源を全部根こそぎ借り尽くしてから無人島に行きたい。よし。懐かしい。これは本当にこの穴の形がもう動物の森だわ。ムカデがよ。アホがよ。うわうわやったわ急に。よし100円。石の上にも3年、毎日コツコツキャンペーン。あ、このコツコツっていうのが音も表してんのか。そういうことか。何チャレンジだ今日。半妙。うわ出た半妙。あいつ逃げるんだよな。すぐ はい。石多くね。毎日ポクポクキャンペーンを引きずってるよ俺の葬式。俺死んでないからねまだ。もし俺が死んだ状態で配信してるならヤフーニュースとかに取り上げられるから。ムカデ多いな。えい、美味しいね。結構ね鉄鉱石ある方だと思うんだよね。すんごい石叩いてるから結構の基準が分かんない。半妙も探すか。いんのかな半妙とか。そんな簡単にチョウザメいなそう。この帽子おしゃれでしょ。よくね。やっと気づいてくれたか。この帽子の良さに。あ、八つ橋完成したよ。
そうそうそう、そういえば難なく、あ、半妙いいんじゃん、噂をすればなんとやら地獄へ送ってやるぜ。終わった。何これ、うわ、散財キャンペーン来たよ。さっき家具買っちゃったんだけど、あ、ちなみにこのね、橋の名前は八つ橋です。はい、橋の命名権をね購入いただき購入いただきっていうか、唐突に現れた特典なんだけど、橋の命名権っていう、それで、ね、命名できましたね、八つ橋。てか昼って貝殻多いの。あ、メボ来てる、の前に船虫になりたい僕に言う、あざす。こないだマラソンでランナーズハイになったんだけど、その時にこんな DIY のレシピが降りてきたんだ。はっきり言ってすげえ自信作だから、この凄さを誰かに教えたいんだ。騙されたと思って作ってみてくれ。技あり。源氏より。源氏？竹の一輪挿し、え、かっこいいじゃん。船虫、バックナンバーで船虫です。君はムカつくだけで気の利いた言葉も出てきやしない。なんか違うな。源氏からメール来ちまった。竜神の剣食らうかな。あ、風船来た。やべえとこに来ちまったなこりゃやべえぜ。でもそのスリルがたまんねえんだ。あ、ダメだこれ、ここで当たんねえってことは川ぽちゃんだこれ。はい、なんすか。おお、気が利くじゃん、気が利くじゃん、これはまあまあ気が利く。ナルト走りしてる。何してんのあれ、え、何してんのあれ、トリュフ探してんのかな。え、何してんのあなた。ああ。いいじゃん。え、あの行動については特に言及ないんだ。あ、間違えた、やべえ。遺留品を。これはやべえぞ。冒涜に値するから。あ、ダメだ。よし。こういう要素を大切にしていきたいと思ってる俺は。チョウザメいねえかな。いな、そんな簡単にいないか、やっぱ貝売ろ。お花でも添えてた賢い。それは木魚ってその場で奏でんの、木魚ってそんな感じなの。あ、違うと思うんだけど。おお、いいじゃん。じゃあお供え物しとく。
あ、買取強化今来ちゃった。まあいいや、とりあえず散財しに行こう。服買おうぜ。買えるもんは全部買っとかないとね。時間を進めないっていうスタンスでいくとやっぱね、後で欲しくても買えないこと多いから。何これ、買っちゃう。色がすげえから。ステンカラーコートだって。何この襟、ステンカラーっていうの、この襟。ビブス、ビブス、もう分からんわ。ビブスだって。ビブス繰り返し言うと悪口に聞こえてくるぞ。 MA1 スカート、えい、ミリタリーなの。ビブスか。あ、ビブスか。なるほどね。ビブス、ビブスって若干ブスみたいな。めっちゃ失礼な言葉だからね。やめた方がいい、本当に。住民挨拶キャンペーンまた来たんだけど。苦情来るって、その挨拶しすぎたら。ないないない。いいっすよ。もちろん。あー、なるほどね。なんすか。おお。水飲み場。いいじゃん。え、じゃあ水飲み場、その走り方いいな。ウッキウキじゃん。住人めっちゃ来るから。ここで飲んでもらう。あ、でもこれ博物館っぽいな。博物館の近くに置いとくか。待てよ。だからこ、入り、こうだな。うん、右手で回すよね、蛇口って。置いてきたよ。あ、特に、言及はない、もしかして。特に言及はされないんだ。ほっぺが黄色ってのいいな。キャッ。あ、これ3人に話しかけないといけないんだ、挨拶キャンペーンは。じゃ、ちょっとまた1号宅に突撃していこう。マイル潤ってくね、もう。マイルを集めるためのプレイしてるもんね。なんかこのチューリップでうまいことピンクのやつ生えてこねえかな。それを楽しみに生きてんだけど。とことん語り合うか。うん、将来性がある。出た、ハッピーホームアカデミーがいつ部屋見てるのか問題。めっちゃ昔からあるよねこれ。もういい。挨拶するだけ200マイルもらえるんだけど、ちょろいもんだな。え、バッサバッサキャンペーン来た。どれ切ろう。いたずらにキー切ろうぜ。これとかよくね。え、これリンゴだっけ。リンゴだった気がすんな。ちょ、わからん、迷う。どうしよう。あんまリンゴ感ないやつ切ろう。やべ、全部リンゴの木に見えてきた。
ちょ、人の村行こう。そうだわ。あ、無人島行けばいいのか。確かに。天才か？お前リンゴ生やしたことねえよな。そういえば死ぬかここで貴様。いや別にリンゴはどうでもいいんだよ。他のフルーツ得ればいいんだから。ここも切り株にしとこう。チョウザメチャレンジ。いない。チョウザメいねえかな。チョウザメがいなかったら強ザメだよね。ブッ。切り株キノコ生えんの？やば。うまってうまいっしょ。ポジティブだからくじけないよ。あ、間違えて超閉まっちゃった。潰れる潰れる。冷めたわーって。おー、やるねーやるねー。それはじゃあ毎日冒険で冒険行こうぜ。え、俺蝶々どこ行った？潰れた？あった。チョウザメやるなら今日じゃねって。イエーイ、ウェーイ、ブンモ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 。木材とか全部置いていこうな。ビブス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 。今とか行ったらなんか昼の無人島俺行ったことないんだけど。昼なのかな、もう4時半なんだけど。4時半に配信してるよ俺。すごいね今考えると。初めてだよ俺多分この時間に配信するの。初めて。どうだろう。でこれ花の水やり行きてえな。ちょ、誰か花の水やり来てほしい人いたら教えて。めっちゃ花の水やりしたいから今。昼 DVD やってた？いや嘘だってそれ。それ嘘。安っ。アゲハチョウって安いんだね。あんな綺麗なのに。水やり後だけど来てほしい。ダメだよ俺水やってない。乾いた花がたくさんあるところに来てんだよ。乾ききった大地に潤いをね与える存在になりたいから。あーすげえこの夕日の感じ。やばい、夕日じゃん。まずいよ。いけます。雑草がめちゃくちゃあって、まだはしごも高飛び棒も持ってない人がいいな。はしごも高飛び棒も持ってなくてベストフレンドくれるとなおいい。取れるもんは全部もらってっから。やったわ昨日。金ゴンの村でやったわ。もう取れるもん全部、雑草全部抜いて、ゆすれるフルーツの木全部ゆすって持って帰ってやったわ。
もう揺するもんなくなったらひたすら揺らして枝落としてたもん。やないこの島。うわ、初じゃねここ。お初にお目にかかる感じ。おはおめじゃん。初めてじゃないこの形は。初めてかな。木材も盗まれました。そう、ベストフレンドをもらえなかったから、金子について回って切った木をそのまま金子が木切ってる反対側に立って全部木材でもらうっていう。優しいからくれた、ありがてえ。あいつ意外と優しいからな。根は、根はいいやつなんですよ。晴れてる、いいね。でもくれるもんはもらっとけって感じだな。いや10人いないんだね今。せっかく1人来たのに。今キャパー3人なのか。つれえな、しばらくマイル旅行券もったいないな。人の優しさにつけ込んで生きていく。優しさを見せたら負けなんだよね、戦いなんだよ動物の森も。この限られた資源、自分の村だけだと資源が限られるから、どうやってね手に入れるか。もうその後もう盗みしかないんだよ、ね、だから俺はもう仕方ないんだよ。俺はゲームにいいように踊らされた被害者の一人なのかもしれませんね。島に無人島行って、まずやることはね、草むしり。ほら、もういいやつすぎね俺。まず草むしりだもんな。やばいわ。そんなことある？バッ！おーい。無人島の BGM いいよね。ありがとうは。はしごってお気に登録できるのか。あ、できるわ。え、どれでお気に登録しよう。言うて、じょうろ。いや、パチンコだな。パチンコってそんな、じゃない？頻度的には。わあ、雑草雑草。雑草ってね、いいよね。こうやってね、強い生命力を持って生きていきたい、俺も。生きるためなら何でもする。そういう精神を雑草から学んでいこうな。愚痴壺の行方は誰も知らない。はい、え、ここ掘れないの。え、どうしよう。じゃあこれめっちゃ難易度高いじゃん。鉄鉱石出ないよ。もっと出せねえのか鉄鉱石。なあ、隠してんだろお前。これ上やったっけ。やってないな。あ、他なんか取るもんあったっけ無人島から。何しに無人島に来たんだ。人に会いたかったんだけど人いないしな。花盗んで帰るか。
なんで人いないんだろう。あ、石砕いて帰る。後の人が、次の人が鉄鉱石取れないようにしてやるぞ。いただきます。は？下手か？いただきます。うわあ！得たもの少ない。え、じゃあこれ1個多く取れるってこと？これつまり。そうじゃん。よし。え、誰かリンゴの木あげようかな。盗んで帰って。それもまた一興かもしれん。乗れねえ。うわ、石しかもらえないのこれって。クソ、もうもらえるものは全部持って帰るぜ。バチが当たった。マジっすか、そんな簡単に壊れんの。はかな、はかな。しゃーない。うわ、バチが当たった。ふざけやがって。うわー、うわー、死ねーあー、もう。なんだよこれ。はかないよ。なんで俺がこんな目に。で、斧とかスコップって高かった気がするんだけど、硬い木材使うな確か。なんで俺ばっかこんな目に。俺が何したってんだよ。パチンコ壊れてるのが一番辛いよ。無力感半端ないもん。みんなパチンコ壊してみたらわかるよ。パチンコなんて壊れると思ってないでしょ。あー、バカめ、俺をそう間違えた。やってらんねえよこのゲーム。スコップはお家帰って作るか。木全部切って帰ろう。俺の怒りだよこれ。あと2つ目あるから、1個潰されたところで聞かねえよ。イケメンになったって何？イケメンになったの俺これ。
よし、もう帰る。もういい。もうこの村嫌。自然の冒涜してやるよ、この辺に置いて。待てよ、お前のとこに置いてやる。これで不可逆性に苦しめ。違う、スコップ作って万引きして帰る。花作れるかな。あー、作れちまうんだ。やりえ、ショボさんできた。あとは、あ、できるできるできる。よし、待って帰ろう。おどっす。これを植林して花畑作りてんだ俺は。よし、めっちゃ持って帰れるよ。これ白とか黄色とかなかなか持ってないからいいね。俺をコケにした穴をぶっ壊してやったぜ。お邪魔しまーす。先に目つけてたの俺だから。よし、持ち帰ろう。いやー、取った取った。これ持って帰って植林しようぜ。植林ではねえか、いまいまし。ウィス、帰ります。ダイブス。いや、虫と争うよ俺は。一寸の虫にもゴムの魂ってな。やはり虫だと言ってね、下に見てるとやられるんすよ。花どこに植えようかな。この辺植えとく。お、アゲハ、アゲハチョウさん、どうすか、うちの花。あー、気に入っていただけたようで。そりゃ嬉しいな。いや、これでね、もういきなり、この村に来て、開幕花が目に入ってね、プラスの印象から始まるわけですよ。この粋な計らい。いいじゃん。わ、ほら、こう、ウィーンってくるんだよ。ウィーンって。いいね。石の斧が壊れたんだっけ。もうキメラはいねえんだ。
どこだ。斧なんか効果もしかして。しょぼいよって何？木の枝か。はい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 。でも外に家具置けんのでかいよな。このゲームのいいとこそこだよ。よこせよ。持ってんだろ。よし。無限に湧いてくるね。一応もう一回無人島行くか。なんかいいのねえかな。あ、でもタヌキチ縛いてねえか今日。タヌキチ縛かないといけないな。よし、タヌキチ縛こう。お、来た。 DIY の回数だって。クラフト系？クラフト系はちょっといいよ。俺だよ。何これ。あ、出た。デイリー200個終わったやつ。俺次1000なんだけど。やばいだろ。1000って何日かかるんだよ。無限じゃん、もう。1000イコール無限だよ。ちょっとタヌキチしばくか。なんかあるかな、話。いや、いいね。村っぽくなってきた。だって何これ、ね、白いアゲハチョウみたいなのいるんだけど。これ何？何もお前。おお、ゴマダラ。え、これガ？これガ？ガ？ 90% ガって言ってたもんね、フータ。ガ率の方が高いよね。なんかあるかな、話。あ、話あるじゃん。グリゾーさん、どうもどうも。今日の放送でお知らせしたけど、この度新しくリメイクって、あ、そう、リメイク体験とかあった、そういえば。はいはいはい。さあ、なんか言ってたな。セレモニーだ、そう、セレモニーやるわ。え、めっちゃあるんだけど。え、めっちゃあるんだけど、セレモニー。え、どれから行く？ちょ、たぬき商店から行くか。セレモニーとかあったな。やろうぜ。おー、ちょ、やべえ。やべえ、今日ちょっと、顔のコンディションが、失敗したな。完全に一人ボコられてる。なかなか来ねえからボコられて、連れてこられたな。お、ありがとうございます。これコンビニなんのかな、また。おめでとうございます。モーションまでシンクロしてる。まあ、あっぱれかな。俺が生きてんだけど、なんで。はい、はい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 。
めたい。はい、一丁締めでございます。はい、ということで、はい、はい、次セレモニーはしごしていこうな。はい、サムネっていうのやめてくんない？絶対使わねえ、もう。もう意味わかんねえとこ使ってやろう。はい。やたらワークショップ行くか。リメイクワークショップっつって、今の家具を改造できるみたいなのがあるんだよね。はいはいはい。木製クローゼットの製作&リメイク。おー、はい、木製クローゼット、どうやって作るんだろう。あったあったあった。わ、すごい木製だ。中2個か。まあ、すぐだね。パラパッパッパーパラパー。12個。木材とかすごい集めてたから。こういう時に困らないのいいね。見て、こんなに資源あんの。いいな。ちょっと木製クローゼット作りますか。いや、でも家の中木の家具で揃えるとかいいよね。やっぱね、部屋がね、やっぱたくさん欲しいわ。一部屋一個のテーマみたいなやつがやっぱ理想だから。いやー、でも考えたな、いろいろ。俺ね、DS の時はね、なんかゲーセン作りたかったんだよな。あとオフィスとか。なんだろう。そういうやっぱね、テーマ的なものを持ってね、部屋作りたいんだよな。その気もしないお客さんのことを考えて、いろいろ作るってのもまた楽しいんだよ。やっぱ個人的にはゲーセンがすごい作りたかったな。アーケードゲームの機械とかあったもんね。それとか並べて作りたかったな。作れず終わったけどね。意外とね、集めるの大変だったわ。あ、間違えた。はい。うさんの配信見てると、おいもりやりたくなる。あつ森は、あつ森は、あつ森は、なんで、あつ森やろ。グッズボの配信見て、あつ森やりたくなってほしいんだけど、どっちかというと。はい。あー、いや、グリーンある、グリーン。え、50個くれてんだけど。あ、ピンクウッド。ピンクピンクしてない感じでいいな。いや、ブルーとかもいいよね。まあ、目に優しいグリーンかな。ブラックのさ、家具すごい好きなんだけど。てか、俺の家にある家具大体黒いんだけどさ。
黒ってなんか疲れるよってめっちゃ言われたわ。あんま疲れて疲れてるかわからん俺。比較できないから疲れてんのかな俺。はい、でさアロエからもらったね、物干し竿をリメイクできるっぽいんだよね。え、本棚とかもリメイクできそう。学術書をたくさん飾れたり、漫画をたくさん飾れたりしないかな。え、てか、すげえな。気前よくね、この人。なんかめっちゃいるんだけど、これ。おお、ゴマダラ。めっちゃいるんだけど。花に寄りついてくるのかな、この人。物干し竿をリメイクしよう。ほら、巻いてさ。怖っ。すごい。すごいけど、いいや。すごいっしょ。すごいっしょ。道具リメイクできた？マジ言ってる？あ、ほんとだ。え、なに？カラー。あー、ええじゃん、それは。緑色にしよう。え、壊れた時のショックでかそう。え、てか待ってよ。このジョウロもうすぐ壊れるんだよな、確か。金ゴンのとこでさ、水やってたんだけど、めっちゃ。え、待って、これ金、黄色にしてやちょ見て、金の釣り竿手に入ったんだけどってやつやろう。金の釣り竿手に入ったんだけどってやつやるわ。お、金の釣り竿。金の網手に入ったんだけど。バグ使って出したわ。パチンコとかは結構耐えるから。で、金のパチンコってスリーウェイになるよね、確か。え、まあいいや、これで。うわ、いいわー、これ。いいじゃん、リメイク。いいね。ワザップに書いてこよっかな。簡単に金の釣り竿が手に入る。どうしよう。結果のとこなんて書こうかな。アホかって書いてる。木製クローゼット置いとくか。ロッカーよりクローゼットの方がいいよね。あ、いいじゃん。色が、色の統一感は全くないけど。ちょっとさ、ごま、大ごまだらとやらを寄贈しような。生物は全て寄贈すんだ俺は。訴えられるかな。理由はお分かりですね。あなたはこんな裏技で私を騙し、私のリメイクキットを1個破壊したからです。はい、どうぞ。あ、大ゴマダラ、大ゴマダラですけど。あー、ちょっと聞きたい。はいはいはい。ああ、お蝶なんだ。あー、気持ち悪い。
ありがとう。あー気持ち悪い気持ち悪くねえよな。大ゴマだな。まだ可愛らしい方だ。人の嫌がる顔を見るのが大好きなんだよ。人が嫌がることを進んでします。おー偉い。はい、あーお願いします。大ゴマダラ高いね。アゲハチョウの方が綺麗なのにね。何が違うんだろうこいつら。一体どこで間違えたんだろう。DJ ブース改造できんのかな。あ、なんか来てる。アロエじゃん絶対。なんで次は。私はあなたを助けに未来から来ました。ははははは。あなたは配信後マルチで笑われる。なぜかそんな顔だから。君の顔に傷は似合わない。ありがとう薬。ありがとう。あ、間違えた。間違えた。あ、待って、プレゼント来てる。ありがとう。あ、間違えた。いや体が拒むんだけど。じゃなかなか来ねえな。あ、来た来た。いいもん来ねえかな。レア家具が欲しいね、やっぱり。え、ズモズモ言ってるんだけど。何？なんか足音がする。ちなみにここね。惜しい。ここね。あざす。なんか足音すんだけど誰？怖い怖い怖い。誰だ？ズモズモ言ってたよね。アゲハチョウか。リアルでズモズモ言う場所ないんだけどこれ。え、鈴木いる。絶対鈴木でしょ。マグロかも。マグロじゃなかったら腹切ってね。はい切腹。はい切腹。これ何？これ何？これ俺ね、タイ。これタイ。タイじゃなかったら腹切ってね。はい、これタイ言っとくけど、これ鈴木はねエアプだよ。うまくね俺。俺うまくねマジで。やってるわ動物の森。え、チョウザメじゃねこれ。あ、でも違うか。ギリ違うか。ギリブラックバスか、これは。ブラックバスだ。うまくね？やばいやばい。100発100中なんだけど。すべてわかる。
BB じゃん俺。俺は BB じゃねえわ。俺は大物しか狙わねえ。いねえな。あ、これはね、これね、ヒラメですね、これ。これヒラメです。ヒラメじゃなかったらもうさすがに腹切り。みんながね。あー、ちょ、やめて。もうプレッシャーから押しちゃったんだけど。もういい。これ何？これ何みんな。これ何？これアジ。あ、アジだな、これ。アジだわ。え、クリオネはエアプ。アジじゃーん。これもアジっぽいな。お前の味を見せてみな。次です。ボン。早すぎ。早アジ。魚当てるのはうまいけど釣りは下手なんですね。本質をついたコメント、プラス185点。いや、これはね、もう鈴木なんだよね。もうここまで来ると鈴木。こいつは鈴木。この思わせぶり感すごい鈴木だもん。ああ、もう鈍い。あ、鈍さが鈴木も。は？なんだ、鈴木だろ。色鈴木だろ。住んでる場所も鈴木だろ。じゃあ鈴木だよ。お前鈴木だよ。ああ、お前がヒラメだったせいでリスナーが一人腹切ったよ。え、これ鈴クリオネでしょ。え、でも俺桟橋で釣るの初めてなんだけど、ここに魚いたの初めてなんだけど。桟橋はレアな魚が出るって聞いたけど、確かにここって渡らないといけない仕様になってる。はあ、もうこのクソエムが。おい、ここでクリオネだったらもうね、この桟橋壊してほしい。もういらないじゃん、こんな。壊せ、この桟橋も。チョウザメチャレンジ。いない。いや、マジで強ザメ。それ、プレゼント開けてなかったな。なんだ。いたずらならやめてください。飛ばしてこないでください。巻き絵。巻き絵ってなんか意味あんの？巻き絵に意味を見出せる。何が嬉しい？巻き絵すると、その瞬間魚くんの？マジ？え、じゃあ使うわ。巻き絵8個あるから。魚影が1個出てくる。あ、そういうことね。魚影が出てくるとかもう喜びすぎて、さすがの俺もリアクション取りそうだよ。なんて取ると思う？すげえってね。え、使うわ。はい。おお、すげえ。え、チョウザメじゃん、これ。チョウザメ、来な。ほら、こっちだよ。今日ええって言ってもナギって言うじゃん、おめえら。俺が負け試合を申し込んだだけだね、これ多分。はい、チョウザメです、これ。で、チョウザメみたいなもんなんで、これ。言っとくけど。でかいの来い！でかいの来い！
一抹の望みにかけるぞ。絶対チョウザメじゃないもん、こんな。なんでお前、ブラックバスだろ。いや、ブラックバスにしてはちっちゃいか。なんだお前、顔を見せろ。イエローパーチじゃねえかよ、ふざけやがって。ちょ、チョウザメくれ、チョウザメ。なんだお前は。絶対イエローパーチだ、イエローパーチ。なにこれ、タナゴ？タナゴじゃない、ウグイだ、ウグイ。もう出ないって、イエローパーチとかしか。ここ加工じゃないよ。ここ加工って。2個使ってみよう。合成に。ここは川なの。どんこー。河口ってこっち？え、チョウザメでしょ、お前。もうチョウザメじゃなかったら、もう売り、もうさばいてやる。お前、商店に売ることもなくさばいて食ってやる。もういらないもん、もういらないもん、チョウザメいらない。あ、風船来た。慰めるように風船来たね。ありがとう。粘土はやめろよ本当に。てかレシピ欲しいな。は？あ、やった。モルフォチョウだ。もう売るわ、これ全部。中身当てるのうまいとかじゃないじゃん、こんなんも。4000円が飛んでるって、もうわかるそれ。タランチュラとか見ても8000円が襲いかかってくるみたいな感じしか思えんもんな。もうよくないよこれ。ベルにメール全部。お、すげえ高い。 いいんすよこちらこそ。加工ってどの辺で巻くの？加工判定欲しい時はどの辺で巻いたらいいんだろう。むずいな。加工ってさ、海寄りなんだね。この辺？大変だな。じゃあ作るか。巻き絵。もうちょい海寄り？ありがとう。おいおいおい、4000ベルが飛んでるぜ。あざす。飲んで塩をちょっと感じるとこらへん。ああ、わかりやすい。わかりやすいか。今どこいた？あ、ここか。鮭も今釣れるんかな。さすがに早いか、鮭は。9月とかだっけ。じゃああれか、西日本じゃなくて、なんだっけ、南半球で。南って出かけたのに、なんで今西日本に行ったんだよ俺。なんか終わった。あ、潮干狩り。
あっさり系の浜っ子。へ、南半球ちょうど9月でしょ、多分9月的な感じでしょ。じゃあ Do it yourself しますか。チョウザメチャレンジ行こうな。DIY が Do It Yourself って知らんかったもんね。いつだかなんか略称これなんだクイズやった時にやっと知ったんだよね。日々成長ですよ。フルーツ植えよう。釣れなかったら切腹だよ、みんな気をつけて。釣れるように祈った方がいいよ、自分の命が惜しいなら。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ゆきもこさんサブスクライブ、ゆきもこセブンさん1回サブスクライブありがとうございます。何しようとしたっけ、忘れちゃったんだけど。あ、そうだ、着替えしようとしてたんだ。着替えろっていう任務あったね。どう着替えよう。ミッションで着替えろって言われてるから、まあ、着替えないといけないんだけど。色の多さよ。うわ、また挨拶キャンペーンだ。もう嫌われるって、ここまでいったら。リンゴ売ろう。めっちゃこのソーセージの頭好きなんだけど、これね、風船で来たんだよね。めっちゃよくね？欲しい人注文して送るわ。言いすぎた。めっちゃ言われたら大変だからやめとこう。これは俺のアイデンティティだ。ウィンディさん、1000ビッツ、ありがとうございます。やっぱ頭ソーセージにしててよかった。分かってくれたか。5000ベル。モルフォチョウが4000ベルだから、やっぱいいな、モルフォチョウ。モルフォチョウいいね。おすすめ。花咲かすのおすすめだよ。結構湧くよな、モルフォン。出た、釣り強化キャンペーン。これを待ってたんだよ。ちょっと梨は、こんなところに、いい塩梅に切り株が落ちてある。おあつらい向きってやつだぜ。ドン。よし。すごい !3600、3万6000マイル。最強でございます、もう。酸いも甘いも噛み分けて。使い道をね、求めていきたい。今日夜配信は悩んでる。この辺かな、この辺か、この辺に湧くか。ここ加工でしょ、さすがに。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。シラス、シラシュさん、チョウザメか、いや、ブラックバスか、わからん。シラシュさんサブスクライブ7ヶ月ありがとうございます。ご覧のスポンサーの提供で、これチョウザメでよくね。もうポンポコポーンさんサブスクライブありがとうございますのブラックバス、ありがとうございますのブラックバス。はい、
広い水場あんだろ。絶対違うんだけど。何よあなた。クルルさん6ビッツありがとうございますの土壌。え、チョウザメいなくな？いなくな？いなくない？もう絶対違うんだけども。え、なんで海に投げんの一回。海チョウザメ出ないよね、加工だよね。バラボールさん9ヶ月お疲れ様でございます。加工でしか見たことないチョウザメ。何お前、船か。船っこ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 。うわー、お前なんてチョウザメだ。もういたずらに虫捕まえてやる。生態系の破壊。で、逃がさずにずっと釣り続けるっていうなんか実績あるんだよね。100回。無理でしょ。俺めっちゃ苦手なんだよね釣り。100回とか俺めっちゃ苦手本当に。めっちゃミスるでしょ。俺配信中もねすごいミスってるから。ナッパグサさん7回サブスクライブありがとうございます。いなさすぎて強サメ、強サメだねって。おー、俺と同じ思考してんじゃん。アホが。俺がもう先に言ってるからそれ。二番煎じの上に思んないよ。あ、風船来た。とりあえずこれ食いな、ほら。あ、向こうの大陸か、風船。船っこ船っこ。おもんないこと理解してんの偉いし俺。自己分析できるからね。めっちゃ来ない？ライトのバンブーラグ。これ春の若竹みたいなの使うやつでしょ。大変だ。DIY レシピ増えてくのいいね。どれだ？あ、これだ。あー、これだ。あ、すごい和風。和風って感じ。鈴木くんでしょ、あなた。鈴木くんだ。鈴木くんしかいないのかこの世界には。もう滅んだのか。シャッターチャンス、はい、取ってこうな。この格好だけでもう写真映えするから。よしスクショめっちゃ増えてるからね。もうこれめっちゃ来るから DIY 終わらせられるとしたら花植えと、まず花植えからいくか。え、でもこれアレンジできるか見たいんだけど。黄色い菊の種植えるか。インスタにあげる？インスタグラムに動物を盛り上げるのもおもろいかもね。あ、そうだ、そうだ。ちょ、この DJ ブースを彩れるかを確認しときたい。あ、
撮ってたわお前散歩歩いたら記憶なくなるの、愚痴を。置き手紙、置き手紙する。じゃリメイクしような。え、できる、できる。あー、いいいいいい、いいじゃんこれ、めっちゃいいじゃんこれ。いや、これはマイデザイン使うやつだな。ちょっと置いとこう。うわー、はい、みんな。これやばいよ。これやばいよ。このアイテム超人気アイテムになってる、これ。引いたなー、これは。え、マイデザイン貼れんのはでかくね？これはいいの引いたわ。羨ましかろう。残念だったら彩ろ。いや、菊の花でしょ。誰か新入りのとこに探してあげよう。みんなの家に花を植えてくっていういたずらしてんだけど、ここにも植えてんだよね。あなたのとこ植えてないんだよ。このブランコの前とかさ、このクソほど木が邪魔で見えないけど花飾ってあげたい。あ、すげえ。こう見ると俺の格好めっちゃセンスがいいな。水かかってるこれ。あ、かかってるね。何これ、リメイク今からかよ。めっちゃリメイクしたわ。リメイクキットってどうやって作るとか言われたっけ。何これ、竹の一輪。あ、これさっき送られてきたやつか。あ、てかリメイク、あ、リメイク可能なんだ。あ、違う、これリメイク、あ、違う、作れるだった。え、リメイクってどうやんの。あ、キット買うんだ。何も話聞いてないね俺ね、基本的には。うち教科書先読みしてたでしょ何それやめてよそういうの。え、めっちゃ先読みしてたよ。暇な時間国語の教科書読んでたしな。国語の教科書読んで先の方の小説みたいなの見て、おーっておーってなって満足してた。地図帳とかね、おすすめ。結構考察してたわ。あの、殺す方じゃない考察ね。でも意外とおもろいんだよね。あ、道徳とか使わないページ多いもんな。見る見る見る。え、友達少ないだろうって何ですか。やめてください、そういうの。授業中に本読むことと友達が少ないことの関係何があるんですか。何の因果関係が認められるんですか。はい、エビデンスを提示してください。高速映像。いや、でもね、え、ちょ、聞いて、道徳失敗だじゃなくて道徳失敗だじゃなくて、聞いて聞いて、あの、人にね、悪口を言うときってね、あの、自分が言われて嫌なことを言うんだよ。はい、つまり、はい、出ちゃったね、出ちゃったね。相手に悪口を言うときは鏡に向かって言ってるとね、思った方がいいよ。え、ちょ、通販しよう。おー、欲しい、お、欲しい欲しい欲しい、全部欲しい。アイリッシュソング。え、チノパンって、え、これにあれじゃん、上で大体なんかみんなデニムのジャケット羽織ってるみたいな。
やつ。通販先しとくか。毎日5個まで注文できるから5個買っといた方がいいんだよね多分これ。で曲も買っとくか、アイリッシュソングとやらを。ケケレゲエないかな。ケケレゲエなんか来た。俺あれ欲しい、ユーロビートとケケなんだっけ、ケケボッサのやつが欲しいんだけど。あとユケケケライダーも欲しいな。テクテンテテ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 テ。え、なにスマホリメイクキットって何？え、欲しいん。郵送か。マジか。すげえ、いろいろある。マイル旅行券買っとこう。なになになに、ちょ待って、なになになに、アマゾン来た、アマゾン。ちょっと待って、アマゾン来た、待って。アマゾン来ちゃった。ちょっと俺昨日、アマゾン注文した、そういや。やべ、アマゾン。警察じゃない、警察じゃない。もう一回来るだから、もう。ちょっと待って。ちょ、タヌキチの顔見てて、みんな。スマホリメイクキットじゃない。トゥ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 ルルルルトゥ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 ルルトゥルルルルトゥ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 ルルルルルトゥルルルルルトゥルルルルルトゥ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 ルルルルルルル。何頼んだかなんて、何頼んだっけ、何頼んだっけ、俺何頼んだっけ、そうだよ、俺何頼んだってって言おうとしたら何頼んだか忘れたんだけど。多分、はいはいはい、あれだ、これだ、洗顔だ、洗顔。洗顔だ、そう。え、って早くね？俺昨日頼んだんだけど。早くね？一日で着くの？プライムだけど、ツイッチャーだからさ。え、女子カーって何？女子カーって。え、お前洗顔してないの？うわ、きったな、きったな、お前。お前、頑固な油汚れついてんぞ、顔面に。気をつけろ。
わーてか、うわ、そうか。設定、あれだね。なんか、あるんだね。竹きつぁーん、うおれ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 、竹生えてるぞ、来た。どうすか、みんな。うらやましいか、うらやましかろう。全部抜いて帰ったるわ。昨日頼んだやつ忘れたっていうかさ、俺今日届くって思ってなくて、あれ前に俺何か頼んでたっけって思ってたんだけど、普通に昨日頼んだやつが届いた。すげえ、アマゾンすげえ。動物いないね今。よし、食べよう。あ、間違えた。竹林作ろうな、みんなで。うん、まっ。よし、じゃあまずは切ります。春の若竹が気持ちいい季節になってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。あー、いやでも竹いいんだよな。竹結構クラフトに使うからさ。じゃ竹手に入れてから、そのクラフトで流れてくるようになったんで、あの、プレゼントで来るようになったんだよね。その竹レシピが。だからどんどん竹欲しいんだよな。全略。全略いかがお過ごしでしょうか。かしこ。かぐや姫出てきたらどうするんで何を心配してんだ心配症でしょ。どうするんじゃねえよどうしようね。これもう丸々持って帰るからな。竹ちょっとお家に増やしたいんだよね。お家っていうか、あの、もっと来たい、竹たくさん。木材って簡単に取れるじゃん。竹なんかなかなか取れないから。ウェイ。いいね、竹。羨ましかろう。竹が無限に取れる世界。隣の竹垣に竹立てかけたのは竹立てかけた。何？隣の竹垣に竹立てかけたか。ん？隣の竹垣に竹立てかけたのは竹立てかけたかったから竹立てかけたって言ってって言えるよ。行くよじゃあ。隣の竹垣に竹立てかけたのは竹立てかけたかったって。あ、もう死ねえ！危ねえ。ちょ、悪い言葉出かけて止めようとしたけど漏れたわ。止めれんかった、俺じゃ。俺の力で止めれんかった。さすがにこれは意図おかし。
隣の竹がバスガスバカツ、はい、俺の勝ち。隣の竹垣に立てかけて、それだからやめな、それは。東京特許許可局、もういいわ、もう知らん。何が早口言葉だよ。言えたら人生楽しいのか、早口言葉は。はるさん300ビッツ、ありがとうございます。もう早口言葉ってね、シンプルで言いづらいのが、まあ、言いづらいの早口言葉って認めるんだけど、なんかただ長くて早口言葉名乗ってるやついるじゃん。いや、記憶しきれんやんみたいな。そういうのは早口言葉だと認めてないんだよね。隣の客はよく柿食う客だ。うん、それは簡単だよ。隣の客はよく柿食う客だ。はい、勝ち。だから柿柿はクソなんだって、あれは。あれはクソ。炙りカルビって10回言える？って言えるよ。いや、化石も埋まってんの？あ、坊主めっちゃ簡単だよね。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。おいー描いた。タケノコって食べれるんだっけ？食べれるわ。食べよ。あ、フルーツパワーになるんだ。そうだわ、それ食べれるな、そうだろ。じゃあいたずらに切って持って帰ろう。はい、ブグバグブグバグ三ブグバグ、そういうなんかあるじゃない。分かりづらいの。俺早口言葉だと認めてないから。早口言葉を名乗るならもっとあの分かりやすくてシンプルに難しいやつね。それが早口言葉じゃないよ、物量だもんそれ。ピザって10回言ってみて。おっ、ピザ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 。リスナーはピザぶち切れ怒んないで、怒んない、言葉に気をつけろ。ちょ、嘘じゃん。ちょっと出ちゃっただけじゃん、冗談。ああ。ちょ、動揺して石殴れなくなっちゃうよ、俺。ニーハオ言ってる場合じゃないよ、もう。ほら。ほらもう斜め下向けないんだけど、これ。あ、向けた。もう鉄鉱石も出ないし、もうペンドいらないんだけど。みんなピザじゃないよ、ガリガリよ、みんな。このひょろがりが。よし。おー、すげえ。褒めたから鉄鉱石が出る。いいじゃん。
俺鉄鉱石運よくね、やっぱり。悪口は鏡なんでしょって。そうだよ、悪口は鏡だから。学んだね俺から。またよし、じゃああとは竹持って帰るか。できるだけ竹持って帰るか。いや、まず切ってから、全部破壊してから考えよう。え、これ壊れそう。大丈夫？斧もしょぼい斧しか買えないし、ここだと。いや、壊れるぞ、これ。春の若竹全然出ないね。いいじゃん、いいだろ、こんなに竹手に入って何でも作れるわ。若竹ばっかのレシピ多いんだよな。普通の竹使うレシピ欲しいな。最近壊れて作り直したばっかだからあんま壊れないか。俺がウッドペッカー、ガンタガン、ガンタガン。耐久度ゲージ欲しい。耐久度ゲージだったらなクラフトに使えなそうだね。斧揺らしたら木材出るの？え、何、斧揺らしたら木材出るって知らないんだけど。え、どういうこと？壊れないそれ。勉強不足で素人質問で申し訳ないんですが、それは斧が壊れたりしませんか？素人質問、素人質問に殺された人の数かけるマック。もうね、研究発表の質問コーナーマジで憂鬱だったね。糸哀れだよ。俺苦い過去があるんだけど、質問質疑応答の態度が悪いって難癖つけられて、なんか発表やり直しさせられたことあるんだよね。教授がはなんか 5、6 人いる中で俺一人だけで発表するっていう苦行。でももう質問嫌いだよ。もうやったことあるそれ。みんな態度悪くないんだけど別に。そんな態度悪いの俺。難癖だよ俺。難癖つけられたもん絶対。許せねえ。もう今でも覚えてるから。お前らは軽い気持ちで言ったのかもしれない。俺の心は深く傷ついたんだ。タケノコ食べよう。もう食べるの下手。無意識に態度が悪い。もうダメだ。人間向いてねえ俺。無意識に態度が悪いってか向いてないじゃん。持って帰ろタケ。食べるの下手。タケノコって生で食べれないの？石ころいらんか。埋めとこ。地面に帰れよ。
えぐみがある。えぐみっていいよね、なんか火力高そう。やろ、イエーイ。ホクホクですよ。ホクホクの意味知ってる人いるか。はい、まあね、こういうねよく使う言葉っていうのはね、定義をあんまり知らない人が多いんですけど、ホクホクっていうのはね、嬉しさが隠しきれてない様子ですね。あとポテト温めた時、じゃあ竹植えに行こうぜみんなで。あ、鑑定しよう。鑑定してから あとコメント欄、そうコメント欄ホクホクすること最近よくある。てかね、熱盛やってるとコメント欄めっちゃホクホクするんだけど、スローライフしようぜ。マジリスナーラジコン、リスナーのラジコンになっちゃう、全部見てると、うん、ホカホカだけど、ホクホクじゃない。ホカホカだけどね。てか待って、じゃあそう、ちょっと待って、支持したいみんなにおすすめの配信あるんだけど、いい？ちょっと絶対指示に従ってくれるのがツイッチにあるんだよね。あのね、ツイッチプレイズっていうタグで検索すると、そう、ツイッチプレイズポケモンとかあるんだけど、あのコメント欄で操作して、あのゲームを操作するっていうのがあるんだよね。アップとかダウンとか A とか B とか、めっちゃいいじゃん。ほら、指示中のみんなマジで行った方がいい。絶対聞いてくれるよ。絶対聞いてくれるから、指示。いや、マジでおすすめ。返されたわ、なんか。超ね、超ミクロな視点で指示していかないといけない。え、寄贈していいのかな、これ。あなたらから見てるんですよね。へへ。じゃあ、ね、話聞いちゃった。めっちゃコメント欄見ながら A 連出したわ。え、寄贈ないってことじゃ、今寄贈できないの。あー、ないんだ。じゃあフータのフータ話ガン無視してた今。俺もあのみんなのコメントで動くわ。じゃあ、はい、どうぞ。はい、1分間だけやるわそれ。右、はい、死ね。死ね。2個目死ねなんだけど。あ、むずいな。どうしようかな。やめよう。もう。もうやめるわ。うん。お前らに任せたのが間違いだった。二度とやんね。2個目でゲームオーバーだと思わなかった。じゃあ、竹しまっとこう。買い取れ。じゃ、人の村荒らしに来てえな、そろそろ。竹欲しい人いないかな。ええー、買ってくれるんすか。高額買い取り。わあ、木材ゲットキャンペーン遅いよ来るの。めちゃくちゃ竹切っちゃったよさっき。いや、竹めっちゃスタックしたい。植えたいんだけど。え、誰か嵐行っていい？じゃあ俺が遊び行くから上納して、みんな。あと、ベストフレンドして。めっちゃ竹植えるから。武装さんのおかげで配信見てたら、チョウザメとサメ釣れた。はい、出た出た。うわ、もう、慣れた。もうこのゲーム慣れたんだ。もうどうせチョウザメなんて一生出ないんだ。俺んとこには。慣れたんだ。俺はもう慣れたんだ。
許せねえ。おい、チョウザメよこせよじゃん。おい、おい、チョウザメ、俺のおかげなんだったらチョウザメよこせよ。あ、でも俺が釣らないと実績終わらない、実績っていうか、ミッション終わらないんだ。私も釣れたって、あニーハオしに行こっかな。あ、なんか獲物じゃねこれ。ほら、美味しいよ、美味しいよ。ほら、勉強がはかどるよ。やめようと思えばすぐにやめられるよ。ほら、一回だけだから。ここはめでたい。ちょっと待って、竹上に行くわ。です、たらこの島は昨日行ったもん。竹林コーナー作ろうぜ。来たっちゃ。あったあった、ここ竹林ね。港さん100ビッツありがとうございます。は？気持ちの問題だろ。はい。この針葉樹ちょっと悪くね？殺害！メモだ！次はバカミだと思うよ。針葉樹って何が嬉しいの？そんな俺が触れたものは全て壊れるんだ。見た目、あと冬だ、冬は結構強いよねこの人。クリスマスとか。え、じゃあ今いらないじゃん。朝は我が身だったなって、うん、俺の斧がやられた。え、竹多くね、いらな、こんなん。え、てか斧壊れたのだるい、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 これ。植え切れねえだろこんなん、斧ない状態で。うまいこといけるか。え、じゃあ竹あげるわ。じゃあ誰か、誰か竹欲しがるもの、竹欲しがりし者いるかな。俺北半球だよ。よこせえ、じゃあ置きに行くよ。源氏の島開けといて、後で行くから。タラコがツイートしてる。はい、え、つまんないツイートだったらタラコとお前を許さん。はい、通報ポイントプラス1って。昨日録画してたのこの人この人の島の雑草抜きに行ってたんだけど。あ、そう、さくらんぼの木そのまま強奪したんだ。わーる、うわ、イッツメディアだ、イッツメディアだ。あ、これこの後返したのにな。イッツメディアだこれ。まあああ、もう誰も俺を愛さない。やってんねえや、ほんとに。この、ここの針葉樹は後で撤去する。
俺にあだなす存在は全て敵と見なす。よっしゃ、あと3本これあげるわ。ニハオ。じゃあ遊び行きますか、発展途上の変な村に。斧作ってから行くか。ポケモンじゃねえ。あつ森配信ってさ、めっちゃ時間経つの早いんだけど。やばいよ、もう。え、だってもうやばい。6時、6時。2時間48分やってるんだ。すげえ。鉄鉱石90個ある。やば。やばじゃん。見ててもやばい。もうこんな時間ってなる。グチさんの永遠に見る、まあ、おもろいからな、うん、おもろいから悪い。俺今何作った。おい、スコップ作ったこの人、バカが。やば、いらないってスコップ。おい、もうやってらんねえよ。木材、これだ、これがないと作れないんだね多分。あと石とかないと作れないんだっけ。やめろ、その疲れてるってやつ。疲れてるってやつやめろ、おめえ。お前 YouTube のコメントでめっちゃ来るから。編集ミスあるたびに。編集ミスあるたびに、何々、何時何分、字幕の訂正で、続きを読む押すと、疲れてるんですねって、もうめっちゃあるから。うるせえ、疲れてなくても見せるわ。うるせえ。休んでくださいじゃねえよ。休んでくださいじゃねえよ。これが休みなんだよ。今休んでんだよ。人間だもん。でも思ったよりね、ミスるよ編集とかって。よし。いや別に指摘されるのはいいんだけど。いらないよ。いらないよ、そんな。いやねは、もうね、これね、伝わんないと思うんだよな、ほんとに。うん。いやね、休んでください系ってね、あんま嬉しくないんだよね。言われると。わかるよ、なんか心配してくれてんのか、なんかそういう感じのがあるのはわかるんだけど。休んでんだよな。もっと配信しろって嬉しいよ、その方が。働けでいいよ、働けで。じゃあただのアホ、ただのアホとかでいいよ。毎秒投稿してでいい。伝わったよ。これからの動画に毎回休んでくださいってコメントするってのは、まずい、まずい伝わり方したんだけど。よし、遊び行こう。
な、おい、何分何秒に編集見してるんだが、こいつアホなんかってコメントでいいよ、もう。嘘、多分めっちゃ、多分、変身バトル始まるから多分やめた方がいい、それ。知らない人たち、それを知らない人がめちゃくちゃ来るからやめた方がいい、本当に。本当にやめた方がいい。最近バトル見るから、よく。消さないけど、特にバトル見ても。おー、しとるわ、しとるわ。あ、てか、そう、俺、パニーとかいうやつが昨日いたんだよな、夜。パニーの島に行けるようになったから行かないと。はい。パニエルって人、そう、なんかよくわからん犬。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。うん、パダさん5ヶ月サブスクライブ、ありがとうございます。パーリナイト行こう。キーボードに羽届いてないね、確かに。風圧で操作してんのかな。プロじゃん、もう。すげえな。でもこの2人名前覚えてないけど、じゃあモーリーさんと誰だっけ、誰か忘れたけど、この2人すごいねベテラン感あっていいよね。 TC シェラーさん500ビッツありがとうございます。いや毎秒配信するわ。あ、待って、草生えてる。あ、戸籍落ちてる。うわぁ、こりゃ、ゲットだぜ。ゲットだぜ、これ。ゆ、ま、あ、眉毛だ、眉毛。原人の島さ、なんか、一人迫害受けてる住人がいるんだよな。かわいそうに。何の場ね。よし帰れねえちゃん。いや、ヤニパーカー来てる。ちょうだいベストフレンド。うわ、うわ、インベントリ開いてるから動かせねえ。最強モード入った。よし。送れよ、じゃあ。スポンサーの提供でお送りします。どうやって送るんだ？あ、これ無理だ。ネストさんサブスクライブ。ありがとうございます。ウィー。入場料出せ。え、来てって言ったのに。あ、来た。お問い合わせ殺到。何？助けてって。じゃあとりあえずあげる。はい。何？助けてって。どう助けたらいいの？アロエも混ざってんだけど、僕の島も助けに来て。
よし、助けた。死ねやって。やっと雑草もらって帰ろう。じゃな、これ上行ってんの、もうもらっていって上。ダメなの。ダメなの。ダメ。斧持ってこないで。まだ来れないのこっち。あ、行けんじゃん。じゃあ。これ持って帰ね、俺。ダメなのこれ。俺草もらうために来たんだけど。いや、竹植えるよ。じゃあ竹の代償ね、これ。竹いい、竹いい。わからん、むずい。はい、帰るか。雑草もらえない島にはいられないから。どういうキャラなのあなた。え、じゃあ挨拶していこう。猿いる。シモンタウンみたいな BGM なんだけど大丈夫かな。病んでる。あとどこいんだ。やめろね、マジ。あとどこ、右下。眉毛が濃くなってきた。あー、眉毛濃くなってきたからここだ。本当にこの人かわいそう。本当に本当にこの人かわいそう。めちゃくちゃさ、家の前にこれ、もうこれ、これとか迫害受けてるよね、これ。か邪魔くせー、帰れないよ。じゃあ、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。オカピッピさん、7ヶ月サブスクライブありがとうございます。たらこ2個目のツイートなんだこれ、動画。めっちゃ悪行撮ってんじゃん俺の。下手なことすると録画されるんだね。
気をつけよう。俺の村って普通なんだね。普通に暮らしてるんだね、俺って。あ、安心したわ。甘いのもらった。買えよ。てかたぬき商店開いてる人いねえかな。買い物行きたい。誰か適当な島攻めよう。開いてるってことは言っていいんだよな。俺の島はね、迫害受けてる方もいない、なんていうか、なんていうかって感じ。お追いかけします。もうね、テレパシー飛んできてる、さっきの島から。終わった。呪いの大地踏んだよ。定期毎日来るよこれ絶対。あ、毎日じゃないけど5秒おきぐらいに来てる。解放されたい。どこ行こうかな。カナトンとこ行こう。チョコミン島ってなんか、何、ダブルミーニングってやつ。これもしかして島と島。俺もチョコミン島だよ、割と気が合うよ。え、チョコミン飛行場かわいくね。正解じゃん。いやー、すげえ。じゃ、なかなか俺人の島、なんだろう、その人の島っていうか身内以外の島なかなか行かないから、まあ、普通か。それが初めての冒険、いいね。あ、てか服屋もやってんじゃん、いいな。あー、誰か来るぞこれ。いや、てか進めてるね。うわ、なんかあるあるある。歯磨き粉ないする、歯磨き粉ないする。あー、いいじゃん、嬉しいじゃん。歯磨き粉食べてるよ、ハゲ。アホが歯磨き粉食べてる、アホが。歯磨き粉を食べてチョコミントの味が得られるなら気持ちいいじゃんか。カス。買い物に来たぜ。え、めっちゃいいじゃんこれ。え、めっちゃいいじゃんこれ。買っちゃおう。挨拶も、挨拶もせずにまず買い物から行くから。気をつけた方がいい。俺が。俺が来るとこうなるからね。よーし。あ、今売ってるトレッキングシューズ履いてる。うわー、やっちゃったね。じゃ全部買って帰ろう。いや、これ今箱。爆買い中国人。ニーハオ T シャツ着てるから否定できねえ。
否定的ね。いやでも、あ、でも否定できるわ。日本人だってひらがなでこんにちはって書いた T シャツ着ないもん。はいはい、論破。これ免税店、これもう全部買って帰るね。次は商店行こうな。免税レジで買わないと。これいくら？ありがとうございます。でもこうやってさ、結構お金を落とした方がいいとかないのかな。お金を落とすことによってこいつら回転したりしないかな。なら俺はいいことしてるのでは。これは、うわ、ミシンだ。うわー欲しい、あれ欲しい。これやったーイエーイ、あざっす。おお、なにこれ、傘じゃん、買って帰ろう。めっちゃある、こんなものまで DIY。 こんなものまで DIY。 え、これ強そうだな。これいいんじゃない。買っとく、これ。まあ後で手に入るか。よし。いやー、お金を落としていくね。あ、どうも。もう違う。はい、侵略侵略。うわー、金目のものないかな。え、なくない、金目のもの。何も置いてねえ。果物桃だね。ショップで売ってた。オズモンドじゃん。お前か。ウィス。え、フルーツない、一個も。フルーツない。対策されてる。嘘だ。逃げろ、追いつかれた、終わりだ。いるならお土産。え？
いいんすか？いや違う、でも俺お土産をもらうよりは盗んでることに快感を得てるから大丈夫ですよ、言われなくても。いや買った買った買ったわ、こりゃ。じゃあ好きなだけ盗ん帰ろう。ありがとう。いやー、やっぱ恒例ですよ、動物の森は。あ、フレンドまた募集したいと思います。グチツボをね、村に迎えてもいいという方はね、また後日フレンド募集すると思うんで、ディスコードで、はい、できればフルーツとかは落とさないで待ってください。結構フルーツとか楽しみにしてるんで。俺一回も誰も村入れてないんだよね。セキュリティ意識高いでしょ。入れた時点でね、もうまずいから、もうあとはやられるしかない。あ、間違えた。お、返して。え、ダメ。原人一番ダメ。原人は一番ダメ。破壊される、すべて。荒らしに行く配信。荒らしに行く配信。動物の森荒らしたっかやるか。しまっとこう。これは売るやつだね。順番に全員でみんなの人は回るやつやる。いらない電波受信してる。売ります。はい、次誰の署名行こうかな。いや、雑草が生えてるとこはいいな。雑草生えてそうな人選ぼう。盗んだもの売るな。いや、もう綺麗なお金にしたから、これね。いきます。誰か空いてねえかな。フレンド、フレンドの島だからセーフじゃね。フレンドじゃなくなる可能性あるけど、現時点ではフレンドだから。はい、どこ行っていいのこれ。めちゃくちゃ増えてね、なんか。めちゃくちゃ増えてんだけど、どうしようかな。求められてるこれ。
タバキって誰もう タバキって誰さん、ウルルン島名前に惹かれたけど、まあ、名前をあんま見かけないからワンチャン破壊したらやばいからちょっと良さそうな人行こう荒らしても良さそうな人。ドラゴンカタパルト、ドラゴンカタパル飛行場強そう。フレンド整理本当に大変なんだよ。ヨロンはまあ大丈夫だよ多分、うん、荒らしてほしそうな顔してる。カタパルト、カタパルト誰が住んでるか俺もう見ちゃってるからな。めっちゃ煙耐えてきそうな人が住んでんだよな。いいね。おい、なんか防衛しようとしてる。防衛しようとしてるじゃん。あぶね、まだ抜け道あるわ。まずは焦点襲撃。え、何これ。あ、バンガロールさんどうも。あんま金になんねえな。あ、すげえ。あ、いいじゃん。これ何、物干してたわ。じゃ現品限りのやつはちょっと買いづらいから。とりあえずこの本買っとくか。本でございます。え、いいの？やった、買って帰ろう。ダブルラジカセ、うわっ、ラジカセだ。え、懐かしい懐かしいな。え、じゃあもらっていきまーす。カセットか、カセットにコピーするやつね。でも近接攻撃やめて。え、てかいるじゃんこの人も。あ、めっ、なにこれ。あ、防弾チョッキじゃなかった防弾チョッキかと思った。違うわ、釣りジャケットか。そう、防弾チョッキいらんもんね。ウェーダー高い。ちょっと待って、ちょ、お金が欲しいな。すげえな、この村。よさげ。いや、この村で梨売っても安いのか。帰って売らないといけない。よろしい。
や雑草いいね、うん、見ているってもう別の世界からも干渉されてんだけど、いいなぁ、自然豊かで。雑草でも抜いた方が良くない？綺麗になるしね。よし、じゃあ帰るか帰るかじゃあ、帰ろう。最後に最後お金落として帰ろう、経済回して帰ろう。アイちゃんさんサブスクライブありがとうございます。命狙われてるこれ良いじゃん。赤ね色さん100ビッツ、ありがとうございます。よし、ありがとう。イエーイ。ご覧のスポンサーの提供で、若い。バイバイ。ナモさんサブスクライブありがとうございます。よかった、早く誤解されるとこだった。帰ろう あーもうちょっともう胸が痛い、もう物理的にもう笑うと胸が痛いわ物理的に。まっちゃんさん1000円ビッツありがとうございます。いやー取った。いいね観光も。精神的にはまあ特に大丈夫ですかね。ただいま。いや上々だね今回も。え誰か来てって人いる？行っていいって人いる？観光行っていいって人いる？できるだけフルーツとかたくさんなってているならもうぜひね。いいの？やった。よし。Thank you.
おお、今回の旅行費1万9000ベルだよ。いいね。いいね。いやー、え、雑草の掃除っていいの？めっちゃ掃除するよ俺。フレンドの人で行ってる人いるかな。ホッコホクですよ。青月ちゃんさん、強盗資金100ビッツ、ありがとうございます。やめられねえよ、もうやめられねえ。味しめちまった。空いてるかな、誰か。え、じゃあ、誰がね、今配信見てくれてるかわかんないんだよね。こっちから行きたいけど、配信見てない状態で盗み始めたらやばいじゃん。もう仲悪くなるじゃん、絶対。そこね、気にしていきたいんだけど。見ててもだけど、あ、見ててもだけど、え、ミュマル、ミュマルいたね、いちゃったね。呼んでる、これやった。やった。どういう島なのかな、楽しみだ。いろんなフルーツがね、やっぱ欲しいな俺は。第一希望フルーツ、うん。第二希望雑草。何もないの？そんな、何もないんだけど。え、なんか虫いるよ、変な。南半球か、ここ。え、見たことない虫がめっちゃいる。南半球じゃね、ここ。南？これ、わお、いいメガネかけてる。南じゃん。行こう。じゃあ、じゃあ真面目に生活するわ、ここで。ニハオ。まずは店を物色しようかな。うわー、やってるわ。出た、なんだこれ、接眼レンズ、対物レンズ、プレパラートみたいな。書かされた。対策は進んでる。いや、まずはね、もうこれが挨拶よ。まずはお金を落としていくからね。え、なに、植えてくれてる、植えてくれてる。やった、植えてくれてる雑草。嬉しい。俺雑草取っていいんだ、ここは。合法なんだ、これ。ロンダリングしなくていいんだ、この雑草は。いいや、この3つ。
おお、すげえ、トレンチコート青だ。え、これ、うわ、あ、いいね、ここ。じゃ買って帰ろう。めっちゃいいじゃん、品ぞれ。ドン・キホーテの、ドン・キホーテでみんな来てそうなやつある。やった、おしゃぶりでかいよ。マイデザインでカバーできない範囲の部分の服は大事。いいね、他の姉妹って買い物するの楽しいな。じゃあやべ、借金返済できん。どんな服装だよそれ。着てるんだけど。やった、もらっていくぜ。え、じゃあ分かった、じゃあお礼と言ってはなんだが、これ置いていくわ。じゃあ、はい、広場に物置けないから、なしなし。あるじゃん、あるじゃん、金目のもの。あるじゃん、ちゃんと。バーカ、そっち行かねえよー。おい、なんもねえ、こっち。やったな、あいつ。ふざけやがって。ハズレクに使わされた。オンジョン。え、足音ずらかるぞ。めっちゃある、めっちゃある。あ、なんかチャットしてる、やめて。おう、おう、次は、おう、ありがとう。じゃ、ありがてえ。え、てか、こう、せっかく南半球だし、いろいろ持って帰りたいな。リンゴ欲しいって。言ってるよ、みんな。じゃあ、後で郵送するわ。あ、なんかいるいるいる。鮭じゃない、あれ。ボンさん180リビッツ、おはようございます。やべやべ、やめろ、バカな真似よせ。おぶねえ、おぶねえ、来た、シャケー、あざす。おぶな、おい、この人、人が嫌がることするよ、気をつけてみんな。ああ。いや、てか釣りしてえな。なんかいる。何、トロサマバッタだ。おい、来た。イナゴなんだけど、全然トロサマバッタじゃないよ。イナゴだったわ。なんだイナゴって。いいね、秋の虫の。え、アメンボじゃん。
アメンボじゃん。こっち来なよ。来た。あざす。全部持って帰ろうな。もう取れるもん全部だよ。船っこ。あ、どうも。楽しんでおります。あれ、トノサーバッタでしょ、絶対。あれ、トノサーバッタだよ。来た。少量バッタだったわ。バッタだから勝ち。なんだ、お前は。え、トンボいる、まずい。あー、やったわ。人の赤トンボ、やったね。やったね、この人。やっちゃったね、もう。許さないよね、許さないよ、これ、もう。赤トンボ取るまで粘ってやる。何あれ、カメムシだ。あららら、こんなところに。雑草が。バッタ嫌い俺、どっちかというと。これスズキかな。人の島おもろいね。あ、スズキだ。スズキはね、ちょっとあんまりね。これクリオネ、海ってあんま変わらんのかな。え、やった、なんか釣れた。タツノオトシゴ。もう根こそぎいったかな。考えてる。いねえのか赤トンボ。もういいもん。あ、なんかいる。キアカネだ。おぶねー。何捨てようかな。え、全部欲しい。船いらん。はい。な、待ってるぞ。これも釣ろ。よいしょ。あいつやべえことしてる。喧嘩始まる。やべえことしてる。早く食いついて。あつまらな、このゲーム。なあ、早く食いつきすぎだろ。いねえのか、なんかいるよ。アジかな。アジだ。なし1個余ってるから捨てとこ。よし、帰ろう。取れた。
ゆるふわ系のお化けだって。死んでたの？もう。あ、そういうことか。さっきの雑草もこんな感じでポケット入れ替えで捨てられてたのか。そういうことか。謎解けたな。なんで1個だけ落ちてんだろう。いやー、超過上場。よし。ポケットパンパンだよ、もう。リンゴは帰ってからじゃないと送れないからな。大丈夫。じゃ配信外で送っとくわ。ちょっと照れるから、ちょっとそういうことするとやっと照れるから。うわ、てか夏の虫持って行って博物館な、残せばよかったね。いや、いいやつっすよ、今日は。いいの入ってますよ。いや、でもいいな、秋も。また乙なもんよ。しゃあな、リンゴ送るか。リンゴの木って郵送できないのかな。あ、フレンドだから送れるわ。どこいる？ミュマル。どれがいい？あ、これにしよう。あ、違うな。これだ。はい。文才とかじゃないじゃん。はい。よーし。よかった。これで俺も。え、これ。あ、高額買い取りか。なんか終わった？何これ、さすらいのトラベラー。あ、来た。え、マックスいった。え、やり、人の島荒らしまくった実績じゃん。いや、さすらいの泥棒とかじゃないけど、いや、さすらいの泥棒とかじゃないけど、今日の高額回答なんだっけ。タイヤの遊具。うわ、タイヤとか持ってなくね。タイヤ欲しいなぁ。なんか来てるんだけど、なんだ？タイヤ、タイヤ。え、夜になったね。夜になったから配信のタイトル詐欺になっちゃうから終わらないと。あるわ、タイヤ。遊具作れるかな？あ、これだ、タイヤの遊具。
いや、作んなくて。しまっとこ。今日めっちゃ配信してるよ。4時間やりかけてるもん。夜配信ないわ、これ。やるかもしれん。もう一周回って夜配信してもいいかもしれんな。一周回ってな。もう。なんだよ、これ。助けてくれた。死に、助けて。どういうこと？便箋の柄が。いらねえよ、なんで。ホラー街じゃねえよ、お前。今あっただろ、もう。目の前にあったやつ送っていいだよ。プレゼントつけれるって気づいてちょっと揃えたら甲斐があるもんな。うろ。あ、今日夜配信あるわ。売ったる全部こんなもん。イエーイ、公開取り終了。よっしゃ、今日終わるか。あとで配信するかもしんないし、しないかもしんないです。ってことで終わります。